はいどうもリーダー06ベントスコーラです。今日もね12球団の、投手分析の方の動画撮っていきたいなと思います。本日は、中日編となっております。それではね今日も皆様よろしくお願いします。もう一度ルールを確認しておきます。毎回1球団ずつ紹介します。大まかな先発ローテと中継ぎ陣を予想していきます。あくまで私の予想ですので、たくさんの意見を、お待ちしております。独断と偏見な部分も、入っておりますし、あくまで私の予想ですので、私はこういう選抜と中継ぎを考えたんですけども、まあ、皆さんね、いろいろ、違うと思うんですよ。そういうね、こういう先発陣じゃないの、こういう中継ぎ陣じゃないのっていうね、数多くのコメントをコメント欄でお待ちしております。よければね、コメントして書いていってください。はい、ミスが、あった場合はご指摘お願いします。はい、ご協力よろしくお願いします。すみません。はい、たくさんのね、意見をお待ちしております。それではね、私が考えた先発ローテを見ていきましょう。はい、私はこんな感じで考えております。吉見選手、笠原選手、ロメロ選手ですね。新外国人のロメロ選手の3人は、先発ローテで確定なんじゃないかなというのは思っています。開幕投手は与田監督からすれば、まあ、実績があって去年復活した松坂投手を、まあ、使いたかったと思うんですけども、まあ、故障してしまいましたからね。笠原選手の経験を含めて、まあ、開幕投手にしてもいいかなというのは思うんですけども、まあ、この前のオープン戦を見てもね、まだ調子が悪そうですね。でもね、今日のオープン戦ではね、非常に好投していたので、まあ、選抜ロードに、ね、入ってくるのは間違いないかなというのは思っています。実績があるね、ベテランの吉見投手で開幕投手はいいかなというのを考えてるんですけども、まあ、去年もね、阪神に移籍した、ガルシア投手のね、次にね、吉見選手はイニングを稼いでいるので、吉見選手でね、いいんじゃないかなというのを考えております。はい。ロメロ選手も先ほど言った通り、新外国人なんですけども、まあ、非常にね、今のところいい感じかなというのは思っていまして、まあ、開幕ローテからね、間違いなく使うんじゃないかなというのは思っています。オープン戦のね、試合結果次第では、まあ、開幕投手を任せても全然ありかなというのは考えております。まあ、このね、3人の中で、誰がね、開幕投手になってもおかしくないかなというのは思っております。あとはね、3枠をね、争う、形になるかなというのは思っています。はい。先発候補は柳選手、大野選手、山井選手、又吉選手、小熊選手、福谷選手、石川選手、鈴木選手、清水選手、八田選手、マルティネス選手、次のページに行きまして、新戦力の、勝野選手と梅津選手かなというのは思っています。はい。こういう中でね、3人を、選んでいきたいかなというのは思っております。柳選手はね、ルーキーから故障に苦しんだんですけども、まあ、非常にね、ポテンシャルがある投手かなというのは思っていまして、まあ、1年間ね、ローテを守る力はね、十分にあるかなというのは思っています。今年はね、やってくれそうな気がするんですけどね、どうでしょうかね。大野選手はね、まあ、一番復活してほしい選手かなというのは思っていまして、まあ、前世紀、まあ、近くに戻ればね、まあ、200イニング近い、イニングは、まあ、投げてくれる投手ですからね、現段階で、まあ、あまりね、エースと呼べるピッチャーは、圧倒的エースと呼べるね、ピッチャーはいないかなというのは感じるんですけども、まあ、大野選手がね、前世紀に戻ればね、もう間違いなく大野選手、エースのピッチャーですからね、はい、ぜひね、復活してほしいピッチャーかなというのは思っています。又吉選手、福谷選手と、あと中継ぎの方で変えたんですけども、まあ、佐藤選手は先発と中継ぎの、どちらで行くのかなというのは思っていまして、与田監督は、まあ、投手は中継ぎでも先発でもどちらでも行けるようにするとね、おっしゃっていたんですけども、まあ、佐藤選手はね、去年中継ぎで、目が出たので、そのままね、中継ぎで行ってほしいかなという気持ちもあるんですが、まあ、どうでしょう。又吉選手は先発の時にね、左に少し苦しんだという印象があるんですけども、非常に良かった記憶がありますし、まあ、福谷選手なんかもね、先発で使えばね、面白いかなというのは思っていますね。山井選手はいきなりではなく、まあ、夏頃からね、一軍で投げてほしいベテランの投手かなというのは思っています。小熊選手もね、オープン戦で結果を出さないといけない選手ですね。
石川選手、清水選手はどちらも非常に期待できる選手かなというのは思っていまして、開幕からね、1軍のローテを張るというのは少しね、まだ若いので、まあ、厳しいかなというのは思っているんですけども、まあ、ゼロという可能性はないかなというのを思っているんですけども、まあ、1軍でね、見たい投手かなというのは思っています。少しでもね、1軍で経験を積ませてね、今後にね、今年つなげてほしいかなというのは思っています。はい。鈴木選手も、まあ、先発か中継ぎで、どちらの起用になるかなというのは思っていまして、まあ、個人的にはね、先発で見たいかなというのは思っています。あとはね、アチラ選手も個人的には期待していますし、まあ、マルテネス選手もね、枠的にね、少しマルテネス選手はね、一軍で、まあ、いきなり一軍で投げるっていうのは少し難しいかなというのは思ってるんですよね。あと先発か中継ぎでのどちらの起用になってくるかなというのがあるんですけども、まあ、おそらく先発で書いてあるんですけども、まあ、中継ぎの起用になってくるのかなというのは思いますね。枠は、まあ、ビシエド選手、まあ、アルモンテ選手、ロドリゲス選手、まあ、ロベラ選手の4人で確定しているという、まあ、節がありますので、まあ、開幕から、ね、いきなり行くっていうのはね、少し難しいかなというのを思っています。はい、次のページに行きます。まあ、怪我人なんですけども、まあ、あとはね、松坂選手、藤島選手、小笠原選手のね、3人が怪我をしている状態なんですよね。この3人が怪我しているっていうのはね、非常に残念かなというのを思っていまして、3人ともね、非常に計算ができる先発ピッチャーなので、まあ、非常に残念ですよね。藤島選手は、まあ、血行障害になったんですけども、まあ、中日は岡田選手、鈴木選手、鈴木翔太選手ですね。これ去年退団しました G 選手と非常にね、血行障害になった選手が多いですよね。藤島選手は去年出てきてかなり良かったので、後半戦ぐらいから見たいかなというのは思っています。はい。小笠原選手の復帰はいつ頃になりそうなんですかね。開幕から、まあ、あまり情報が僕は入れていないので、仕入れていないので、開幕から間に合うっていうのもわからなかったんですけども、まあ、そこは本当にすいません。あまり情報がないので、小笠原選手についてね、情報があるから、よければね、コメント欄で教えていただければ幸いです。新戦力のね、勝野選手と梅津選手、にも期待しております。梅津選手も怪我が怪しいのでどうなるかっていうのはわからないんですけども、2人の、ね、ルーキーについては詳しくは他の動画ドラフト分析という動画をね、私上げておりますので、よければね、そちらで、確認してください。はい、次にね、中継ぎ行きたいなと思います。中継ぎはね、こんな感じで考えております。鈴木選手、ルドリゲス選手、佐藤選手、田島選手、岡田選手、谷本選手、祖父江選手、福選手、三島選手、山本選手、伊藤選手、木下選手かなというのは、ここら辺の候補になってくるかなというのは思います。鈴木選手はね、ルーキーでね、去年かなりやってくれましたし、今年も期待できるピッチャーかなというのは思っています。ロドリゲス選手は来日、途中加入したピッチャーなんですけども、まあ、来日してすぐにはね、結果があまり出なかったんですけども、適応した後はね、すごいボールを投げていましたし、まあ、今年ね、広島のフランスワ選手、ソフトバンクのサファテ選手級の活躍をしてもおかしくないかなというのを思っています。佐藤選手は先ほど言った通り、どちらでの起用になるかなというのは気になりますね。この3人に加えて、祖父江選手が、まあ、主にね、勝ちゲームで投げるピッチャーかなというのは思っているんですけども、まあ、田島選手、岡田選手、谷本選手はね、まあ、もともとね、前世紀っていうか、あれはね、勝ちゲームで投げているピッチャーなので、もともとはね、3人がね、復活してくれれば、他の選手の負担を減らすことができますので、非常に大きいんですけどね、田島選手なんかは左のピッチャーですし、復活してほしいですよね。はい。田島選手もどうなりますかね。ねえ、活躍で復活してほしいんですけど、勝ち系統の選手の負担をね、少しでもね、減らしてほしいかなというのは思っています。福選手、三馬選手、伊藤選手もね、計算できるピッチャーになってほしいかなというのは思っていますね。山本選手も去年の最後を1軍で投げていまして、すごい良かったかなというのは思っています。今年はね、30試合ぐらいはね、1軍で投げてほしいかなというのは思います。木下選手は個人的には期待していて、他のブレイク選手予想という動画を上げているので、詳しくはそちらで紹介していますので、よければそちらの動画も見てください。はい、こんな感じですかね。中日は去年ね、中継ぎに非常に苦しんだんですけども、今年はどうなるでしょうかね。投手コーチが朝倉コーチから変わったので、
そこがどうなるかっていうのもあるかもしれないですね。先発陣はさっき言った3人に加えて、怪我をしている3人に加えて、まあ、ガルシア選手が抜きたのでかなり苦しいかなというのを思っています。現段階では柳選手らの、若手が出てこないと、厳しいものがあるかもしれないと思っております。はい、今日は、ね、この辺で終わっていきましょう。はい、明日は、ね、オリックス編となっております。ここまで、ね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。何がありましたらこの Twitter の続く ID までご連絡ください。リクエスト動画などもどんどんお待ちしております。リクエスト動画がありましたらコメント欄か Twitter までお越しください。はい、明日の動画も良ければ見てください。他の動画もね、野球以外の動画も多く上げていますので、そちらの動画も見てくれたら幸いでございます。はい、ここまでね、ご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さようなら。